ああ、一方通行なのかな。さあ、いよいよって位置まで来られましたかね。この先っぽいかな。よし、行きますか。うっしゃ、この奥から気配を感じるぞ。キューピーはこの先じゃない。なあ、開かない。なんかロックかかってるな。ちょい待ち。ああ、なるほどね。このドアに鍵かけてるデジェットがいるな。それも二人。めんどくさいことするよね。絶対に追い詰めてやるわ。なるほどね。鍵が二つに。進める道も二つ。とりあえず行ってみるしかないね。迅速に鍵を開けに行きましょう。行きましょう。道二つってことはもうそういうことなんじゃないかなみたいな感じではあるんですが、まあとにもかくにもあれだね、キューピー戦は近いかもしれんな。まずいってあまり良くないことじゃない？お、ここですかね。まずは一人目といきましょう。あいつがどう封印してるデジェットだ。袋だらけにしろ。おお、ゾイオス来た。めっちゃ固まってますね。必殺技取っておきたいよな。まあでもよっぽどいけるんじゃないかな、レベル的に。どうしましょう。よし、ちょっとキリコちゃんがやられてしまったんですが、必殺技維持した状態で突破することができました。これで封印が一つ解除されたな。もう一丁行くぞ。よし、頑張りましょう。ニコちゃん大丈夫かな、心配だね。で、このくぼみは大丈夫そう。で、反対側におそらくもう一人。さあ、ではこっちに行きましょう。てるね、やべえっすね。全力で行くぞ。ここは使っちゃいますか。多分同じような感じの戦闘もうワンセットあると思うんで、そこで溜めよう、ゲージをもう一回。さあ、もうちょい。ちょっとテンション上がってきた。負ける気がしないな。よーし、ありがとうございます。では行きましょうか。意外と戦い方派手だよね、マリエ戦闘。お恥ずかしい。そりゃわかる。あいつがどう封印してるデジェットな。袋だけにしろ。2回目いきましょう。お、増援じゃない、増援来ると思った。手加減はなしだ。切り捨てコン。ただめっちゃ能力上げてきよるね。さて、どうしましょう。
全力で行くぞ。やれやれ。これでどうだ。ただこのペースだと全然問題なそう。どうだ。手加減はなしだ。任せとけ。切り捨てゴム。これはいっちゃいましょう。よーし、ありがとうございます。ゲージたまんなかったね。増援来ると思ってつい。これでドアが開いたはず。さあ行きますか。その前にやっぱゲージ貯めときたいよな。貯まりますかね、どっかでうまいこと。さあでは倒してきましたので行きますか。ゲージもね貯めてきました。放送室へ突入じゃん。行きましょう。張り切っていきましょう。で両サイドに何かしらがある。取っていこう。お、いいもの見っけ。いよいよキューピー戦かな。その前のさ、マキナさんの再戦も結構強かったっすからね。よし、では行こうか。一応ね、レベルの方はこんな感じとなっております。主人公、まあ俺がレベル29で、あとの3人がキリコちゃん、マリエちゃん、リュウト君28です。では行きましょう。おー、いますね。待ちくたびれちゃった。あ、なんか人数が増えてるみたい。おうおう、来てやったぜ。一言文句言ってやらねえと気が済まねえ。小畑先輩はもうダメ。イライラして女の子に暴力振るうような男は NG。 DV 彼氏になりそうだし。ああ、こっちから願い下げだ。偉そうに人を品定めしやがって。でも他にも男の人はいるもんね。つーかお前、条件定めて男見繕って何目指してんだ。こんなとこで婚活しても意味ねえじゃねえか。意味なくないよ。ここには出会いがたっぷりあるもん。ココアはここで最高の男を見つけ出して、彼と恋に落ちゴールインするの。いろいろ突っ込みどころがあんだけどさ、ここにいる奴らって現実どうなってるかわかんないじゃん。ここで見つけても意味なくね。分かってないな。まずはフィーリング、いわば魂同士のマッチングよ。そこが合わなきゃどうしようもない。気になる人がいたら現実を思い出させて聞き出せばいいの。帰宅部のみんなはそんなことしなくても現実の記憶があるからね。あなたたちの中に運命の人がいたら最高ね。キューピーちゃんは結婚がしたくてたくさん恋愛してるってこと？もちろんそうよ。だってそれが女の幸せってものでしょ。ココアはいつまでも負けてらんないの。そんなことのためにここまでやんのかよ。そんなことって何？幸せになるために最大限努力して何が悪いの？目の前に夢みたいなチャンスが来たのよ。まだ間に合うなら全力でチャレンジするでしょ。当然じゃない。のとくんの視線はずっと気づいてたよ。男にこびる女嫌いなんでしょ。自分をよく見せて他人よりも幸せを勝ち取ろうとしてるだけ。恥も外聞も捨てて全力で戦ってるだけ。バカにされる言われなんて一つもないよ。山本、ココアはいい男を捕まえて現実世界へ帰るのよ。そうして次こそ勝つの。つまりあんたは最終的に現実へ帰るつもりなのか。運命の人が見つかったらね。学士なのにそんなこと許されるんですか。
知らない。ブラフマンは現実と行き来してるみたいだし、学士として貢献したらそれくらいのわがまま許されるでしょう。それならあんた俺たちの側についたらどうだ。ふーん、そのプランだと現実へ帰る許可をもらえる確証がない。貴重な戦力である学士をみすみす現実へ返すか。お前が帰れたとしてもその伴侶の帰宅まで許されるか。それで俺たちはあんたが婚活相手を見つけるのに協力してやる。その後は俺たちをリグレットの元に案内して一緒に戦えばいい。リグレットを倒せば確実に帰ることができる。そして俺たちには対面さえすればリグレットを確実に倒せる秘策がある。そんなのあるの？ブラフに決まってるでしょ。ダメ、却下ね。正直あなたの提案の方が勝率高ければ乗ってもよかったんだけど。なぜですか？魅力的な提案でしょ。あなたたちがリグレットに勝てるわけないから。それだけ違うのキー。あなたの力とリグレットの力は。なんだと？プランは続行ね。いい人を見つけたらリグレットにお願いしてココアとフィアンセだけ特別に返してもらう。困難な道かもしれない、でもその特別感が私たち二人の愛を絶対のものにするのよ。自分さえ良けりゃそれでいいってわけね。ああ、黙って聞いてりゃマジで腹立つ女だな。何よ、文句あるの？終わりなんだよボケ。グダ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 るっせんだよクソ。まだ間に合う、次こそ勝てる。そんなもん現実でやっとけ。まだ先のある奴が不幸ずらしてグダグダ言ってんじゃねえ。俺の後悔はな、何をどうしたって取り返しがつかねえんだよ。そもそもてめえの言う最高の男ってのは結局ステータスじゃねえか。そうよ、何が悪いの？誰が見ても納得する最高の幸せなんてステータスしかないじゃない。そんな最高の男にてめえはどんなメリット与えられんだよ。ああ、さっきから選ぶ側の言い分ばっかだな。てめえは相手にも選ぶ権利があるって知ってたかよ。黙りなさいよ、殺すわよ。お前は俺とお似合いだぜココアちゃんよ。クズ同士仲良くしようじゃねえか。止まれ。あんたもういらない、殺してやる。泣いて謝るなら付き合ってやるぜ。さあ、ということでキューピー戦ですね。頑張っていきましょう。回ってるね。レベル26か。まずは突っ込んでいきましょう。あー、かっこいいね音楽。いいアレンジだ。頑張ります。手加減はなしだ。さあ、では今回は一発ずつ行きましょう。安心しろ。まずはキリコちゃん。やっぱ硬いね。で、出てきましたね、やはり。任せとけ。さて、どうしましょう。やっちゃいますか。全力で行くぞ。どうしようかなって思ったけど。さあ、リード君行きましょう。
減はどうだ。さあマリエちゃん、で主人公だね、俺ですね。どうすか。なあ、ここからじゃ見えない。わかんない、体力バーがみんな吹っ飛んでる。落ちちゃうか先。はい、キリスト君でどうかな、どうかな。立ち上がりましたね。じゃあ使っちゃいます。でカウンター仕掛けて巻き込みでうまいこといけないだろうか。くっついてるのでいいね、いいね。割とすぐ出てきちゃうか。そうか、一気火星に攻め立てるぞ。まあ、とりあえず発動中はもう攻め込んじゃっていいかなと思うので、そうしてしまって、はい、こっちかな。でヒーリング、手加減はなしだ。でこんな感じでどうでしょうか。一回チャージしようか。いいね、これはいけるのでは。さてどうしましょう。任せて、攻め込んでしまいたい。これはもう倒しにいっちゃおう。キューピーちゃん、オッケー、ありがとうございます。いけましたね。よし、ありがとうございます。多分一番スムーズじゃなかったかな、今まででボス戦。なんてこと。それで終わりかよ。コバトちゃん、ダメ。くらえ。大丈夫？先輩やりすぎ。あ、うん、ありがとう。あ、私。ああ、逃げた！追わなくていいのですか？今は放送を止めるのが先決かな。そうでした。この曲を止めましょう。放送を止めるスイッチはどれだろう。私こんなにスイッチ見てたら頭ぐるぐるしちゃう。ああ、だいたいわかるからやるよ。
学園祭もどうなることかと思いましたが、何事もなかったように再会してますね。うん、一件落着だ。まだ回る時間あるかな。疲れたよ。帰って寝たい。キューピーを逃してしまいましたが、大丈夫でしょうか。彼女から我々の情報が漏れることも。ああ、それに関しては可能性が低いと思う。それより、おいコバト、もうあんな暴走すんなよ。あの騒動のおかげでキューピー逃したんだからな。ああ、わかってるよ。呼び捨てすんなよガキ。あと、さっさと帰宅部に入れよ。そんなに学士が気に食わないなら俺たちと一緒に倒せばいい。別にあいつらが気に食わねえわけじゃないっつーの。けど、まあいいか。え？ま、一通り暴れてすっきりしたしな。今の状況自体がすでに最悪だけど、ここに居続けんのはもっと最悪だわ。リグレットぶっ倒して現実に帰れんなら、俺もお前らに協力する。帰宅部入ってやるよ。本当ですか？やっとか。引っ張りすぎだよ先輩。キリちゃんからワイヤー連投される毎日も悪くなかったけどな。返せよコバト。本当にいいのか？キーはまだ、コバトが何に怒ってるかわからない。俺も悪かったよ。何も知らねえお前に八つ当たりして。コバト、でもバーチャドール嫌いなのは変わんねえからよ。リグレットはぶっ潰すぜ。俺の怒りを全部ぶつけてやる。よろしくお願いします。活躍に期待してます。よろしくお願いします。あ、まあ適当によろしくな、ぶっちょ。ん？戦力といえばもう一人いたはずだけど。あれ、ニコどこ行った？ここまで一緒に来たよね。ニコがいないぞ。いつの間にいなくなったんだ。大丈夫でしょうか駒村さん。ショックを受けていたようなので心配です。帰宅部の説明とかしてないし、連絡取ったらちゃんと話した方がいい。そうだね、ワイヤーしとくよ。あ、もう帰ってきた。ごめんなさい、大丈夫です。少し気分が優れないので先に帰らせてもらいました。だってさ、とりあえず無事みたい。次投稿してきた時に説明しましょう。では今日はもう解散ですね。学園祭に参加される方はほどほどに。お疲れ様でした。お疲れ。少し話がある。マキナのこと、キューピーのこと。半分正解。気にならなかったか、マキナのこと。リグレットからの伝言を伝えに来たというマキナ。学士の理念とは無関係に、個人的な目的のために今回の騒動を起こしたキューピー。マキナとキューピーは別の目的で動いていた。そしてお互いの行動を知らなかった。学士も一枚岩じゃない？確かに言われてみればって感じだよね。本当に全部嘘か。ごめん、ニコ。朝の光が眩しい。学校というものはどうして朝から行くものと相場が決まっているんだ。もう間に合ったんだからいいでしょ。こ
この声は。先輩、毎日毎日同じこと言っててよく飽きないね。宮迫君こそいつになったらまともな時間に登校できるようになるんです？どうせ学園祭の前後1週間なんてまともな授業なんかできっこないんだし、いいじゃんちょっとぐらい。そういう問題ではありません。規則は規則です。何度も言うようだけど、私の生徒手帳にはそんな規則どこにも書いてないの。朝から元気だな二人とも。あ、部長とキウ、おはよう。遅いですよ君たちも。上級生としての自覚を持ちなさい。キリコ、翔太、おーし。キイ君、こんなところで姿を見せるのは。いいじゃん、誰かに見えてたら。むしろ帰宅部候補なんだし。それはそうなんですが。あれ、部長とキイ、なんか元気ない？言われてみれば。君、顔色があまり良くありませんね。学園祭で好かれたせいかも、風かな。委員会結構忙しかったもんね。学士とバトルもする羽目になったし。部長の調子がいまいちだとキーの気分も全然上がらない。そういえばニコも学園祭以来ずっと学校休んで。ニコちゃんもか。ワイヤーの返事もないし。まさか学士に連れて行かれたとか。お、来ましたね。ギリギリセーフ。あ、キリコちゃんおはよう。ニコ先輩もおはようございます。おはようございます。おはよう、元気そうだね、久しぶり。おはようございます。あれ先輩、顔色が悪いですね。学園祭疲れちゃいましたか？無事だったんですね、よかった。ご心配おかけしてすみません、ゴンタ先輩。あのゴンタ先輩というのはやめてもらえると嬉しいんですが。もうニコ、ずっと連絡ないから心配してたんだよ。ごめんなさい。でももう大丈夫です。ニコ、今日から完全復活です。なんだ、全然元気そうじゃないか。今の声は。おーし、キーはここだぞ。いやー、カタルシスエフェクトに目覚めたんだ。全部思い出してるんだろ。あー、うん、そうですね。ここが現実じゃないって話ですよね。とりあえず私たちと一緒に行動した方がいいよ。詳しいことは説明するからさ。キリコちゃんが言うならそうします。じゃあ帰宅部入部ということでいいのだな。帰宅部？ええ、自分の家、つまり現実に帰るための部活、それが我々帰宅部です。なるほど。入ります。駒村ニコ、帰宅部参加希望です。そっか、じゃあ一緒に頑張ろう。予令ですよ、皆さんダッシュ。はいはい。そしたら放課後にみんなで集まろう。挨拶はその時に。いいですね、ぜひそうしましょう。では駒村くん、ダッシュ。はい。あの時とは別人のようだな、ニコ。元気になってよかったじゃないか。お願いします。駒村さん、こちらこそ。皆さんよろしくです。ところであんた、どうしてずっと学校を休んでたんだ？いろ
ろいろびっくりしちゃいまして。無理もありません。最初は誰だってそうですよ。うんうん、そうよね。私もびっくりしたわ。してなかったっすよ。なあなあお前ら、してなかったっすよ。ガジュアル、この俺、風祭り小鳩様の正式入部もちゃんと祝えよ。はいはい、祝ってる祝ってる。塩、あまりにも塩けど、それも案外悪くね。案外悪くね。マジか、小鳩先輩。あ、そう、ポッポ先輩だ。よろしくお願いします。あ、ポッポ、小鳩さんなんで、ポッポ先輩。可愛いから許す。あの、風祭りさん、聞きたいことがあるんですけど、いいですか？お、マリマリ、何？何でも聞いてくれていいぜ。どうして急に帰宅部へ入ろうと思ってくれたんですか？もちろん、一緒に戦ってくれるのはとても心強いんですけど。確かに随分性急な終止外だな。暴れてすっきりしたからつったじゃん。まだ何か疑ってんのかよ。知りたいだけだよ。無理に話さないで。あっそ、まあいいや。そんなに気になるんなら話してやんよ。俺、前メビウスにいたことがあるんだわ。マジか。メビウス、以前ミュウが作ったっていう、あの、そう、クソバーチャドールが作り出したリドゥの前の仮想世界だよ。そうか。それでお前は、ポッポ先輩はメビウスっていう別の世界から現実へ帰ってきたことがある。ということは、ニコたちも同じようにリドゥから現実に帰れるってことですね。そうよね。コバトちゃんがここにいるってことは、メビウスから無事に帰ってきた証拠だし。まあ、あれが無事って言うんならな。それはどういう意味です？意識が仮想空間にいる間ってのは心身喪失って状態だ。依存具合によっちゃ寝たきりなわけよ。アストラルシンドロームの患者の社会復帰は問題になっていましたね。メビウスから戻ってきて目を覚ますと、俺は病院にいて身動きできねえくらい体が衰弱してた。衰弱。意識のない人間をある程度人工的に生かしておくことはできても、筋肉は衰えるからな。俺はメビウスにいた時間と日常生活に戻るまでの時間を棒に振った。失った時間はどんなに頑張ったって取り戻せねえ。なのに今度はリドゥだ。また俺の時間を勝手に奪いやがって。それでバーチャドールを。だったら一刻も早く帰らなきゃ。リドゥすら嘘だと分かっても、嘘でも青春楽しみたくて粘ってたんだけどな。あの女との戦いで腹くくったわけよ。早く現実に帰んねえと、よりムカつく思いをすることになるけど、まあ仮に帰れたとしたってどうすんだって話ではあるんだけどな。風祭りさん、その、すまん小バト。なんだよ。母は悪くない だけどお前を二度も巻き込んでしまったのは事実だ。だから、だから。謝るな。俺が失ったものの意味もわかんねえくせに簡単に謝んなよ。ニコたちも現実では意識不明ってことで合ってます？そう考えるのが普通だな。奴らがメビウスの失敗から学んでいると豪語する以上、何かそこへの対策をしている可能性はあるが、このままリドゥにとどまり続ければいずれ全員が衰弱死すると考えた方がいいな。大丈夫、帰れるよ。早く帰らなきゃ。うんうん、帰れる帰れる。みんなで力を合わせれば帰れるよ。
これで部員は9人。部員探しはこの辺りで一旦止めていいだろう。今後は学士のことを重点的に探るべきだ。でも今のところ手がかりってないよね。そうですね。学士だけじゃなくリグレットに関することも全然。おいバーチャドール、てめえの能力でちゃちゃっとどうにかならねえのかよ。難しいな。あれ、そうなの？学士を倒すたびに力を取り戻してたのに。そうなんだが、何やら今回は調子がいまいち。部長君の不調のせいだ。え、具合悪いんですか？朝なんか元気ないなとは思ったけど。これくらい平気平気、心配してくれてありがとう。早く元気になってくださいね、部長。頼りにしてます。ありがとうございます。顔合わせは無事済んだことですし、今日はもう解散しませんか？そうだな、部長の回復を待つべきだろう。何か気になる情報を見つけたらすぐにワイヤーで連絡を取り合いましょう。だな。じゃあそろそろ。あれ、どうした？ササラさん見て、ここ虫に刺されちゃったみたい。ああ、本当だ、赤くなってます。生き死にの話をしている時にいきなり虫刺されかよ。なんか平和的ですね。やっぱササラ先輩、ニコちゃんっていういい雰囲気になりますよね、なんていうか。ということで、小畑先輩とニコちゃんがお仲間に、帰宅部に入部しましたね。さあ、ということで一度キートレインに行きますか。で、第5章に進む前にキャラエピソードを見ていこうかなって思っているんですが、あとはあれかな、ちょっと曲も聴きましょうか。キーちゃんバージョン。キーちゃんバージョンはキーちゃんバージョンね、いいね。で、パッと見マリエちゃん、リュウトくん、ニコちゃん、銀ちゃんがいけそうって感じかな。よし、ということで次回からはキャラエピソードやっていこうかなと、第5章入る前に思います。そうしたらいよいよ第5章ですかね。多分そろそろ中盤なのかな、後半戦になるのかな、わかりませんが、頑張っていきましょう。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして他のシリーズもおすすめなので画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。